なあ、マリアン。俺たちもそろそろ結婚して半年だろ。そろそろ二人の愛の育みって意味も含めてさ、浴槽なんか新しく新調しようと思うんだ。で、ここに来たわけね。ああ、そうだぜ。ああ、見ろよ、これ。こんなのとか結構いいデザインしてるんじゃないか。おう、この右のやつも見てみろよ。こことか角の、この角具合？いいんじゃない？このスッキリしてて。おう、これもいいな。この左から2番目のやつとか、すごい白が綺麗じゃないか。清潔感満載って感じじゃないか。ポール、一言言ってもいい？なんだよ。おう、これとかいいじゃないか。おう、マリアン、これいいじゃないか。二人で一緒にこうやって入ったらさ。おう育みとかやばいんじゃない？あのさ、どの浴槽も一緒じゃん！かっこいいポールけど BGM が怖い。あんなもう串カツだるまの歌とか売ってるバーじゃなかったな。屋上やろな、絶対。デビッド！あいつ、あんなとこに何しやがるんだ！え？ちょっと待った！ちょっと待った、ヤングマン。開けよう。何してん？おー、デビットいた！デビット！ポール、なんで、お前がここに？迎えに来たんだよ、お前のこと。何があったのかは後でじっくり聞かせてもらうからな。とりあえず帰るぞ。放っておいてくれ。俺を、一人にしてくれ。おい、デビ、来るな！何してんの？デビット、お前！俺はもう、ダメなんだ。歩いても歩いても、先が見えない。幸せになんか、なれっこない。俺は、曲がった男なんだ。どんなに頑張っても、曲がったまんま、曲がったものしか手に入らない。デビット、なんだそれは。辛い。生きていくのが辛いんだ。この先、もう何も望み通りにならないなら、今、ここで、自分の意志で、デビット！ちょっと待って。このバケモンが！デビットから離れやがれ！てるみたいに言うな。俺は元から正気だよ。ざけんな！正気であんなことしようっつったなら、二度と死ねえって言うまでぶん殴ってやる！とにかく、この旅行中であったこと、何があったのか全部話してもらうからな！合ってた、選択肢。座り方が可愛いな、二人とも。ふーん。シシーに D、フラフィー。それから、曲がった化け物ね。デビットもタバコ吸っとるやん。化け物こと、信じるんだな。さすが、オカルトマニアだ。あのな、俺はマニアじゃなくて、見えるんだって言ってるだろ。お前もマニアも、信じやしねえんだからな、まったく。それよりさ、そのシシーとか D とかガキンチョについてたけどよ。俺、多分そいつらに会ったぜ。はぁ？バカ言うなよ。フラフィーはともかく、シシーや D がこんなところにいるわけ。なあ、よく聞けよ、デビット。人の意識ってのはな、場所に残るもんなんだ。また、お前、お得意の、
またお前のお得意オカルト話か。お前今の状況でオカルトだってバカにできんのかよ。いいから茶化さないで聞けって。ともかくお前の部屋の前の住民はよ、お前と似たような境遇を歩んできたんだろ。夢の挫折、恋人との別れ、家族との不和。俺があの部屋を下見に行った時には何ともなかった。でもお前が入居してから急に変な感じはしたんだ。お前とあの部屋から。きっとそいつの残った意識がお前とぴったり合致しちまったんだ。お前がそいつに会おうと考えたのもきっとそのせいなんだ。ほう。彼が俺を呼んでるっていうのか。ああ、それにお前も無意識で彼に答えようとしてる。いるんだよ。無意識で他人に同情しちまう根っからのお人よしは。そういう人間が一番つけ込まれるんだ。なんかそういうのよく、なんかそういうの聞いたことあるな。取り憑かりやすいっていうのは、人をすごい信じやすい人っていう。でも、つけ込まれるも何も、俺は彼のことをほとんど知らないんだぞ。少しは知ってるだろ。残されたメモ書きとかでよ。しかも自分と共感できるようなことばっかり書いてあったら、なおさらだ。ところで、お前は自分とそっくりな人間がいたら、どう思う？そいつを嫌いになるか、それとも、好きになるか。わからない。きっと両方なんだ。彼も一緒なんだよ。思い出してみろ。曲がった男はお前を殺そうとした。お前を引き継ぎ込もうとした。でも一方で、お前にすがってきた奴は、助けを求めてきた奴はいなかったか？そんなの。いたね。いっぱいいたね。彼は、お前のことを憎む一方で好意を持ってた。お前なら自分の苦しみを分かち合ってくれると思ってた。だからずっと助けを求めてた。だからお前はあいつらに会った。俺が考えたらはそんなところだ。正直言って当たってるとも思えねえかな。少し違うよ。俺は助けを求められてたんじゃない。彼は俺を助けてくれた。立ち直らせてくれたんだ。それもお前と彼が似ているからだろうな。ん？どうした？ポケットに紙が。俺こんなの拾ったかな？住所が書かれている。ここからそう遠くはないみたいだな。俺行くよ。彼に会いに行かなくちゃ。行かないって手もあるんだぞ。何があるかわからないんだぜ。行かなきゃ、俺はずっと曲がった男に追われることになると思うんだ。だから行くよ。デビット。絶対に帰ってこいよ。俺は親友の葬式に出るなんてごめんだからな。ああ、わかってる。ありがとう。おシーン4、セントラルホスピタル、ポール、エンド。ポールがかっこよい。ポールがかっこいいよ。で、デビットが来たわけか。ここだ。間違いない。ひょっとして、彼の家なのか。お、操作ができる。じゃあちょっとセーブをしといて。ん？こんにちは。すいません。ちょっといいですか？なんだ、あんた見ない顔だね。散歩でもしたのかい。
いえ、そうでもないんですが。ここのお家ってどなたが住んでいるのかご存知ないですか？ああ、マクガーハンさんのことが言いづれ。マクガーハン？マクガーハンという方が住んでるんですか？いや、マクガーハンさんは去年死んじまったよ。それ以来この家は放置されてたんだ。立派な家なのにもったいないよな。そういや、息子さんが一人だっけな。この家貸すなり売るなりすりゃいいのにな。その息子さんってどんな人か知ってます？いやー、見たことないね。俺がこの辺に越してきたのは数年前だから。息子が遠くの町で一人暮らしてるってのは聞いてたよ。そうですか。もういいかね。夜明け間に戻らんと女房が起きちまう。あ、はい、ありがとうございました。どこ行ってたんや？何しに行ってたんや？こんな夜な、夜更けの時間まで。あれか。個室ビデオ焼いてたんだろう。ねえ、あ。家では見れないからって。ひひひ。あれ、鍵かかってる。青いゴミ箱ですから。中には腐った生ゴミが詰まってる。やめてよ、もう。ちゃんとゴミ回収してくれよ。郵便受けにはマグガーハンと書いてある住人の名前のようだ。はーい。はーい。は、いいんだけど、花壇には何も入れられていない。あれ？鍵かかってる？鍵かかってたら、あかんやん。家、入られへんやん。え？え？違う。これかい！猫の体の中に入ってた狩りでしょ。うわぁ。何このブオーンっていう感じの雰囲気をどどろしい。まだ続くの？怖い思いが。あ、なんか落ちる。ノートの切れ端。ホテル、学校、病院。どこに行っても同じだった。悲しい記憶は消えることがなかった。何を書いても心はまとまらない。結局、生み切った心がぐちゃぐちゃになって、紙を破り捨ててしまう。何もない人生だ。だから何も思い残すことができないんだ。言葉でさえ。辛い、このメモ書き残しやな。怖え。曲がった男の歌を思い出した。曲がった男は曲がった猫や曲がったネズミと曲がった家で暮らすことしかできなかった。俺もそうだった。手に入れたいと願ったものはすべて曲がってしまう。夢も恋愛も家族ですら。曲がった男はどのように暮らしていたのだろう。絶望の淵で何暮らしていたのだろうか。そんな人生に価値はない。この、が怖い！いろいろ乱雑に、ラジオが転がってる。どうして嫌だ。これずっと言っていくとダイヤってなるよね。高価なものになっちゃうね。そんなことはどうでもいいね。何も言わずに引き返してしまったけど、ちゃんとチェックしろよ、俺！なんか屋上みたいなのがある。けど、その前にメモ取る。ノートの切れ端。タバコがない。タバコが吸いたい。何吸ってはるんやろ、銘柄は。あれかな。アメリカンスピリットとか。もしくはケントの6ミリとかかな。え？この手帳のケース、俺が持ってる切れ端と同じ。おー、今までの切れ端を全て合わせた手帳を手に入れた。裏に名前が書いてある。
デューク。デューク、マクガーハン。笑い声が、すべての元凶がそこにいた。泣いているのか。泣いてるようには聞こえない。なんか、え？何を？曲がった男。俺は、お前のところには行けない。この上に彼がいるんだな。通してもらうぞ。これで最後だ。ラストバトル！行くか！こういうこと。やっぱりな、机のところから。いやこれひどん、いってぇ、そうや、よかった、体力が少しあるから。どんだけ叫ぶねん。あかん、もうあと一撃で終わっちまう。ラストでもなんでもない。どんだけ当てれば気が済むんや。あ、違う。そっちやね。ああ、おお、よかった。でもあと一撃。一撃では全てが終わってしまう。え？あれ？俺触れられた？くそ！もう一回や。なかなかこれシビアやで。キャー！思い出せ。首が曲がった男が倒せない、歌ってた時に比べたら、こんなもんまだマシやろ。まだマシやろ俺。ちげえ！あいた！違う！いいじゃん！えい！ちげえよ、本当にもう！叫ぶんじゃねえよ！それにつられてよ、わ、私が叫んでもんやろな！横に並んでたよね。あ、くそ、外した。落ち着いて。落ち着いて攻撃する。落ち着いて攻撃するんです。てか、よく見たらなんか体力が減ってる。よーよくやった。これで全てが終わった。曲がった男。俺はお前のところには行かない。お前には捕まらない。惨めに這いつけばっても、苦しくて、血へど吐いてでも、生き延びてやる。だから、消えろ！消えたー。消えてくれたー。あ、光が。もっと光を。ゲーテ。屋根裏に続く扉がある。力を込めればこじ開けられそうだ。じゃあ開けたれ！ここに全ての元凶があるわけやな。デューク。やっぱりそういうことね。そういうことですか。
だから首曲がっとったんやな。デューク。君は、俺を憎んでいたんだな。自分と同じような人生を送ってるくせに、のうのうと生きている俺のことを。だから、俺を引きずり込もうとした。俺を連れて行こうとした。でも、どこかで、助けてほしいと思っていた。だから、俺を呼んだ。いや、違う。俺のことを、助けてくれようとしたんだな。こっちに来るなって、言ってくれていた。ありがとう。もう君を苦しませるものは何もないんだよ。君が行くところはとてもいいところだ。だから。今はもう静かに眠れるように。ん？お？エンディングを見るとエンドロールへと、エンドロールへ飛ばす。エンディングを見るよ！何のためにこれをやってきたんですか？エンディングを見ないと、すべてのこ、締めくくりがまとまらない。大変だったわね、デビッド。旅行の途中に死体を見つけちゃうなんて。でも、調子も無事に終わってよかったわ。お茶、入れてくるわね。無事に帰ってこれたよな。彼は曲がった男に負けたんだ。向こう側に引きずり込まれちまった。曲がった男はずっと俺の後ろにもいた。俺は本当はあいつの存在に気づいていたんだ。悲しいことがあるたびにあいつが耳元で支えてるような気がした。認めちまったらそれが自分の最後だって分かってたから、考えないようにしてたんだ。もし今回のことがなかったら、俺は遅かれ早かれ、彼と同じ道を辿ってたと思う。そう考えると、やっぱり俺は彼に救われたってことになるな。相変わらずのお人よしだろ、お前は。だから道に連れにされるような目に遭うんだ。それでもいい。もう、曲がった男はいないんだ。うんうんうん。もしもし？もしかして。え？わかりました。すぐ向かいます。お母さんか。デビッド、どうした？誰からだ？病院から。母さんの容態が急変して、手術の準備に取り掛かってるって。マジか。お前の車より、俺のバイクで行った方が早いな。行くぞ！おい、ぼさっとしてんじゃねえぞ！急げ急げ、デビッド。たった一人の大切なお母さんやろ？先生！先生！母の容態は？正直に言えば、かなり危ないところです。治療の除去はそう難しいものではないが、お母上の体力では持ちきれないかもしれない。ああ、先生、どうか、どうか母を、俺を、たった一人の家族なんです！お願いします！承諾書にサインを、準備はできています。できる限り手を尽くさせていただくつもりだ。はい。ここは、お母さん助かってほしいな。ああ。先生！母は腫瘍は取り除きました。今はまだ眠っておられる。目覚めることができれば、なんとかなるかもしれない。今夜が山です。お母親のことを信じて待ちましょう。今夜が山だ。
デビッド？母さん！母さん、よかった。目が覚めて、本当に。ずっと、真っ暗な中をさまよってた気がするの。怖くて、わめきながら、迷惑かけたわね。あなたにあんなことまでさせてしまった。ごめんなさいね。辛かったでしょ？いいんだ。いいんだよ。こうやって目を覚ましてくれたから。母さん、俺はずっと不幸だった。幸せになろうとして、もがいて、あ、空回りばかりしていた。たった一人で俺を育ててくれた母さんを、ろくに幸せにしてあげられなかった。俺のことでたくさん苦労してきたのに。それどころか疑った。俺は愛されていない。必要とされてないって。だからあんなことを。俺を憎いと思うかい？バカね。確かにあなたも私もずっと幸せだったとは言い切れないわ。でもね、あなたはどんな悲しい時でもいつも正直で誠実だった。まっすぐに生きようとしてた。そんなあなたが私の自慢だったの。あなたに巡り会えたことが私の最高の幸せだったわ。悲しいことばかりに目を取られないで、あなたならきっと隠れてる幸せに気づけるはずだから。デイビー、喉が渇いたわ。お水を持ってきてくれる？ああ、すぐ持ってくるよ。なんか嫌なフラグしかせえへん。ああ、やっぱり。ああ、もう。母さん、水もらってきたよ。母さん？母さん？立派な葬式だったよ。きっとお前のお袋さんも向こうで喜んでるさ。疲れただろ、デビッド。大丈夫か？最後に幸せだったって言ってくれた。今俺が自分を責めずにいられるのはその言葉のおかげかもしれない。苦しくてもいいんだ。最後に笑っていられればそれで。デビッド。マリオン、お前今もどこに？シャーリー、なんでお前がここに？やい、シャーリー、俺はまだお前のこと許してねえからな。よくもデビッドを振りやが。あれれれれれ、おるる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 。いいから、ほら、出るわよ。わかったわ、わかったから、つねんなって言ったんよ。デビッド、お母さんのこと、本当に残念だわ。喧嘩に来てくれたら、来てくれてたら、シャーリー。母さんは君のこと好きだったから、きっと喜んでると思う。ありがとう。デビッド、私、ずっと不安だったわ。この先自分がどうなるのか分からなくて、歩いていく道が曲がりくねってるような気がして、怖かった。
だから優しいあなたに甘えて当たったの。あなたはいつもそばにいてくれたのにね。ほんと、最低の人間だわ。ごめんなさい。もう遅すぎるかもしれないけど、覚悟はできたの。ねえ、デビッド。あなたさえ許してくれんなら、もう一度。デビッド？ごめんなさい。お願い。泣かないで。違うんだ。俺は単純だな。俺は相変わらず夢破れた男で、たった一人の家族を失ったばかりだってのにさ。君が戻ってきてくれたことがこんなに嬉しいんだ。シャーリー、大丈夫だよ。どんなに曲がってたって、きっとまっすぐ歩いていける。俺たちがそう望めば。デビッド。俺は思うんだ。曲がった男は曲がった体で曲がったものしか手に入れられなかったけれど、きっと彼は曲がった家で幸せに暮らしていたんだ。いつか君にまた巡り会いたい。その時まではどうか安らかに。ああ、グッドエンド。バイバイ、ブラックバード。ああ、終わった。終わったというか、やべえ、デビッドが、そのシャーリーと久々に会って泣いてしまったっていうのと一緒に、このプレイヤーである私もものすごい泣いてしまった。やばい。むっちゃ感動してしまった。最初めっちゃ怖いゲーム、また怖いホラーゲームやなぁと思って、途中結構ね、叫んだりとか、なんかこうヒントわからねえってなって、全然こう、グラグラになったりして、ね、で、こう、なんだろう、いろんな CC とか D とか、フラフィーとかね、出会ったりして、で、ポールのかっこいいとこ見たりして、で、最後の、お母さんの言葉が、すげえ、こっち行ってました。ああ。お、なにこれ。この度はザ・クルックダンをプレイしてくださり、ありがとうございました。そして、グッドエンドクリアを読みます。いやいや、ありがとうございました。ここはおまけページ。ゲームを終了すると、このページは消えてしまいますので、セーブすることを進みます。2周目プレイも、あ、2周目プレイ、なに ?2 周目プレイってあるの？上のドアから2周目をプレイすることができます。ストーリーは戦闘分岐に変化はありませんが、エンディング近くのイベントに変化があります。興味がある方はプレイしてみてください。2周目プレイの場合は表示が出ます。3周目以降は変化はありません。まあ、それは3周もあったら、それはあれは魔界村システムやか。あ、魔界村2周目か。シリーズについて。このザ・クルックドマンはこれで終わりですが、同系統のゲームをシリーズとしてまた作りたいと考えています。興味がある方はぜひプレイしてみてください。作品やブログ。ギター作品集に掲載予定です。いやー、本当にね、前作のパラノイアクでも、やっぱりなんだろう。すごいジーンとくるものはあったんですけど、今回は本当にちょっとなんだろうね、家族とかいろんなこう、テーマが深く入ったから、すごい思い入れ。うん。入ってしまったな。このゲームを性格したきっかけは、作者の身近に起こった不思議な出来事でした。ほう、ここに書くと長くなってしまうので省略します。作者のブログで書かせてもらうかもしれません。前回作ったパラノイアクよりは恐怖度は薄いですが、今作はアクションを多めにと考えて作りました。少しも楽しんでいただきましたら作者妙につきます。この度はプレイしてくださり本当にありがとうございました。
そうよね。パラノイアックの時、本当に叫んで、後半ネタに走ってたからな。でも今回も怖い場面はあったしね。でも確かアクション要素はあったし、まあ首が曲がった男は倒せないというね、歌を作ったりとかしましたけど。いやー、本当に良かった。ここセーブできるのかな。じゃあ、ここかな。じゃあ、このドア、ここからに新プレイと続きますと。わかりました。まあ、一旦ちょっと置いときましょう。この度は、まあ、ザ・クルクドマン、恐怖と孤独のワインディングロード、ザ・クルクドマン、最後まで見てくださってありがとうございました。ぜひですね、まあ、こうやって動画で紹介したわけなんですけども、実際やっぱりね、見るとやるとではすごい違いが出ます、ゲームとしては。なので、皆さんぜひ、プレイしてほしいなと思ってます。で、また、まあ、2周目プレイに関してもですね、やるかどうかはちょっと考えますけども、もしやるときはまた、よろしくお願いします。そして、また、次回作とか、もしくは、今同時に進めてる拡散機もですね、そちらもよろしくお願いします。ということで、本日はここまでとさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼します。お疲れ様でした。